皆さんこんにちは、シエルです。今日はマジシャンの一日に密着ということで、この日は岐阜県でマジックショーがあったので新幹線で移動しています。朝5時起きでした。旅のお供にカフェラテとチョコレート糖分を朝から取っています。そして毎日の日課 R1 を飲んでいます。名古屋駅からは車で岐阜県明智町に向かっています。明智町に行くのは2度目です。会場はこちらの明智町楓ホール。楽屋にはこんな感じで可愛く名前が貼られていて、こういうのすごく嬉しいです。今回のステージは500名のホールということで、結構大きなステージでした。奥行きもねすごいあって、広いステージ。皆さんこんにちは、マジシャンのシエルです。よろしくお願いします。一つ目って、まず北の方からやつになると思うので、そしたら音先の板付きで、その後タイミングで登場してもらいます。ゲストのりさこちゃんでした。それでももうこの辺に座っていく、リハーサルとかもうバッタバタだったんで、いつの間にか終わってました。お弁当、食べれなかったお弁当は持ち帰ります。ありがとう。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。